はい、今回の動画はショートカットキーを使ってコピー、切り取り、そして貼り付けをする方法をご紹介します。で、このショートカットキーは基本中の基本になるので使ってるっていう方が多いと思うんですけども、動画を見てる人の中にはマウスの右クリックでコピー、そしてさらにマウスの右クリックで貼り付けという感じでね、やってる人もいると思いますんで、ショートカットキー講座として動画を作ってますので、講座としてですね、解説をしておきます。それではまずコピーのやり方なんですけども、まずはですね、そのコピーをしたい文字のところですね、こちらをマウスのドラッグとかで選択をしてもらって、キーボードのコントロールキーを押したままアルファベットの C を押します。そうするとね、コピー状態になりますんで、次にその貼り付け先のところにね、カーソルを置いてもらって、貼り付けはコントロールキーを押したままアルファベットの V を押します。そうするとね、これ今文字がね、コピーされましたということですね。で、次に切り取りのやり方なんですけども、こちらもまずは切り取りたい文字のところをマウスのドラッグとかで選択をしてもらって、切り取りの場合はコントロールキーを押したままアルファベットの X を押します。そうすると今この切り取りっていう文字がね、このね、切り取られた状態になりますんで、貼り付け先のところにカーソルを置いて、貼り付けは先ほどと一緒ですね、コントロール V を押すと切り取って貼り付けをすることができるということですね。はい。といったことで、今回ご紹介したコピー、切り取り、そして貼り付けですけども、これもマウスの右クリックでやっていると、どうしても作業の効率が悪くなりますんで、今まで右クリックでやっていたっていう方はですね、ショートカットキー使ってもらえるといいかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。